いわゆる袴田事件のやり直し裁判をめぐり、弁護団は先ほど検察に有罪立証を断念するよう要請しました。今月10日、検察がやり直し裁判で袴田巌さんの有罪を立証する方針を表明したことを受け、弁護団は今日、静岡地検に有罪立証を断念するよう要請しました。弁護団は要請の中で、検察側が示した論点は再審請求の審理の中で議論してきた内容で、蒸し返しに過ぎないと訴えています。また弁護団は再審公判に向けて10月まで設定されている三者協議について、公平を期すため公開の法廷で行うべきと判断。静岡地裁に対して今月19日で三者協議を打ち切り、9月に再審の初公判を開くよう近く申し入れる方針です。